どうも、ゆうきです。今日この動画では福島競馬場のコースの特徴を解説していきたいと思います。福島競馬場の回収率とか的中率悪いって悩んでる方はぜひこの動画もね参考にしてみてください。福島競馬場の基礎と芝コースの特徴とダートコースの特徴、それからコースの特徴を踏まえた上で狙っていきたい馬という感じで4つのトピックに分けて解説をしていきますので、皆さんぜひ最後まで見て参考にしてください。福島競馬場では福島記念とかラジオ日経賞とか七夕賞とか重賞も行われてます。ぜひこの動画の内容も参考にして福島のレース予想してみてください。では早速福島競馬場の基礎からお届けしていきたいと思います。福島競馬場は右回りのコースで、芝の高低差は 1.9m で ABC と3つのコースが用意されています。それぞれね、一周の距離とか直線の距離っていうのが違うので、 A コース、 B コース、 C コース、それぞれ距離をお伝えします。 A コースの場合は一周が 1600m です。直線の距離が 292m です。 B コースの場合は一周が 1614.1m、 直線が 297.5m、 それから C コースは一周が 1628.1m、 直線が 299.7m という感じになっています。で、ダートコースの方が一周 1444.6m、 直線が 295.7m、高低差が 2.1m という感じになっています。一周のね、距離だけで言うと JRA の中で一番コンパクトな競馬場です。で、なんか個人的には札幌競馬場と似てるなって思うんですけど、まあ、札幌競馬場はねめちゃめちゃ平坦なので、それに比べると坂がつけられていて、まあ、結構しかも独特な坂のつけ方なので、その点は注意が必要かなと思います。あとね、 3,4 コーナーっていうのはスパイラルカーブが使用されています。コンパクトな競馬場なんですけど、まあ、油断するとめちゃめちゃやられてしまいますので、皆さん気をつけてください。で、福島イコール、まあ、独特な起伏とスパイラルカーブっていう風に覚えておけばいいかなと思います。では、そんな福島競馬場の芝の特徴なんですが、まず起伏から見ていきたいと思います。ゴール板を過ぎたあたりからですね、2コーナーぐらいまで緩やかに下っていくような仕様になってまして、この下り坂の高低差が 1.7m です。で、それ下り切って、まあ、向こう上面の方に入っていくんですけど、向こう上面で高低差 1.3m の上り坂が待っている感じになります。で、これを上り切るとですね、次は4コーナーからゴールまで残り 170m 地点まで、ここをまた下るような仕様になってます。まあ、残り 170m まで下ってるんで、もうここで終わりかと思いきや、この後また上り坂っていう感じになってるんですね。しかもこの最後の上り坂が高低差 1.2m です。高低差自体は、まあ、そんなにないんですけど、島の場合は全体で高低差 1.9m なので大丈夫じゃないって思う人も多いと思うんですけど、この一周の中にアップダウンが2回あるので、下って上ってっていう感じなので、結構しんどいかなと思います。で、続きましてダートの特徴なんですが、ダートもね、起伏とかはほとんど芝と一緒のような作りになってまして、まあ、もちろん 3,4 コーナーもスパイラルカーブを使用されてます。ただ、あの、芝は高低差 1.9m やったんですけど、ダートの場合は 2.1m になるので、まあ、芝よりはちょっと気持ち、しんどいかなっていう感じの作りになってます。あと、めちゃくちゃちっちゃいので一周 1400m ぐらいしかないので、まあ、そこもねキーポイントになってくるかなって感じです。で、ダート 1150m のレースがたまにあるんですけど、このレースはダートのコースやけども、スタートは芝からスタートになるので、外枠の方がちょっとね、あの、スピードに乗りやすかったりっていう点もありますので、予想の時そのスタート位置気をつけて見てみてください。では、芝とダートの特徴を踏まえた上で、福島競馬場で狙っていきたい馬のタイプ紹介したいと思います。福島競馬場で狙いたい馬のタイプは、スタートが上手で、先行力とパワーのバランスがいい馬です。ちょっと難しくない?ゲートに関してはね、他の動画でも言ってるんですけど、ネット競馬の会員になってると出遅れ率っていうのをアプリの方でチェックすることができますので、その出遅れ率っていうのを見てもらえたらいいかなと思います。で、先行力とパワーなんですけど、どっちかしかない馬じゃ福島は攻略ちょっと難しいかなというふうに考えてます。もう先行力とパワー、この2つはニコイチかなと
という感じです。その理由なんですけど、まあ、高低差はねあんまりないんですけど、アップダウンが一周の中に2回あるっていうところ、これがやっぱりキーポイントになってきます。やっぱね2回下って登って下って登ってっていうのをするので、ここでねパワーっていうのはやはり必要性が出てくるのかなって思います。福島は小回りなので後方勢っていうのはどうしてもこの足が届かないことがある、これを覚えておいてほしいです。なのでできればね後ろの方だとしても中段あたりにつけてもらいたいっていうところがあるんですね。うまくこう馬群の流れに乗れるような馬っていうのはやはり重宝するかなって感じです。なのでまあパワーはいる上に先行力、中段より前あたりにちゃんとつけれるっていうところも重要になってくるかなという感じです。パワーなかったらその2回あるアップダウンで無理になるし、先行力なかったら仕掛けても間に合わないしっていう感じなので、このパワーと先行力のバランスっていうのがすごく大事になってくるかなと思います。では皆さん、今日この動画、福島競馬場の特徴をまとめましたが、参考になったでしょうか？参考になったよって方は、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。競馬友達いる人はこの動画ぜひシェアしてあげてください。他の競馬場もね、特徴まとめてますので、ぜひそっちもチェックしてみてください。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。現在私の公式 LINE では、初心者でもわかる競馬予想方法をまとめた競馬ガイドブックと、競馬する人なら誰でも活用できるシンプル軸馬という2つのコンテンツを無料配布しています。予想にもう一パンチ加えて決め手が欲しい方や、とにかく競馬をもっと楽しみたいという方は、概要欄から公式 LINE に登録してください。これまで2000名以上に配布して、めっちゃ参考になったってたくさん感想をいただいてます。毎月50名限定配布になってますので、早めに受け取ってねー。